マドリード、1808年5月3日は、スペインの画家フランシスコ・デ・ゴヤが1814年に描いた絵画作品で、二つの連作のうちの一つである。プリンシペピオの丘での虐殺という名でも知られる。本作は連作になっており、1808年5月2日、エジプト人親衛隊との戦闘の後、1808年5月2日夜間から、 翌5月3日未明にかけて、マドリード市民の暴動を鎮圧した、三浦将軍率いるフランス軍銃殺執行隊によって400人以上の逮捕された反乱者が銃殺刑に処された場面を描いた作品である。背後の暗闇に王宮が浮かび上がる中で、明るく照らされた一人の男に処刑隊の銃弾が向けられた瞬間が描かれている。両手を大きく広げた白い服の男性の右手には、 殉教者の証である聖痕が見える。処刑を命じられたフランス兵は、誰一人として、市民を直視することができず、全員が目を伏せている。定かではないが、老舎の家で、処刑の場面を目撃した小屋が奮闘し、現場に向かい、ランタンの明かりで地面に転がる死体の山を、素描したという逸話が残されている。小屋がこの絵を描けたのは、数年後、スペイン国王が、 玉座に戻ってからのことだった。AB 祝いだ 2013P171 ありがとうございます。